それでは次にですね、助動詞プラス B、to プラス B の否定文と疑問文について学んでいこうと思います。でそして助動詞プラス B、to プラス B の疑問文や否定文の形は、基本的には文全体が一体何の文なのかによって決まるんですね。例えば、文全体が助動詞の文なのであれば、助動詞の否定文や疑問文の作り方が使われます。また、文全体が一般動詞の文なのであれば、一般動詞の否定文や疑問文の作り方が使われるんですね。例えば、はい、They will be teaching English。これ、文全体は will の文章なんですね。彼らは英語を教えているでしょうという文章なのですが、これは will、まあ助動詞の文というふうになります。そうしますと、この will を否定してあげたり、疑問文の形にしてあげれば、はい、疑問文、あ、ごめんなさい、否定文や疑問文が完成するんです。ですので、否定文は、they will not もしくは won't be teaching English。これで、彼らは英語を教えていないでしょうという意味の文になります。また疑問文、will they be teaching English? はい、この will を文頭に持ってきてあげると。そうすると、彼らは英語を教えている、まあ、予定なのですかと。という意味になります。そして答えるときは Yes, they will とか No, they won't という形になります。また疑問詞プラス疑問文も一緒ですね。 Where will they be teaching English、どこで彼らは英語を教えている、まあ、予定なのですかという文章になります。ですので文全体を見るっていうのがポイントかなと思います。次ですね、 She must be in this classroom。 はい、文全体は must の文章ですよと。はい。これ、まあ、she is in this classroom ですと、be 動詞の文章なんですが、ここ must が入ってますね。ですので、文全体は must の文章になるんです。つまり、否定文の場合は、she must not と。はい。ここを否定してあげると。もしくは mustn't ですね。be in this classroom。彼女はこの教室に、いてはいけませんよという意味ですね。must she be in this classroom?彼女はこの教室にいないといけないのですかと。Yes, she must. No, she does. あ、そうですね。否定文の場合ですと、No, she doesn't have to ですね。これは前回の練習で登場した形ですね。Yes, she must ですと、はい、そうですなので、OK なのですが、No, she mustn't。もしくは must not ですかだと、いてはいけないという別の、まあ、意味になってしまいますので No, she doesn't have to、いなくてもいいのですよという意味のこの形というふうになりますね。そして How long must she be in this classroom?、どれくらいの間彼女はこの教室内にいないといけないのですか、そういった意味になります。ですのですいません、繰り返すようですがポイントというのは文全体が一体どの文章になっているのかと。この場合は must の文章ですよ。ですので must の否定文、must の疑問文の形になります。そして最後ですね、 He wants to be famous。 これは文全体一般動詞の文章なんですね。はい、 He wants to という形になってます。ですのでこの文章を否定、この文章を疑問にしてあげれば OK と。ですので否定文の場合ですと He does not もしくは doesn't want to be famous、あ、これは彼は有名になりたいですという意味の文章なのですが、こちらにすると、彼は有名にはなりたくないという意味の文章になります。疑問文は Does he want to be famous? 彼は有名になりたいのですかと。 Yes he does そうですよと。 No he doesn't いいえ違いますと。次ですね、疑問詞プラス疑問文。Why does he want to be famous? なぜ彼は有名になりたいのですかという意味になります。ですので、はい、文全体を見ると、今回の場合ですと一般動詞の文章ですので、はい、一般動詞の否定文の形、一般動詞の疑問文の形というふうになります。それでは練習問題です。次の括弧に適する語を書いていきましょうと。1番、彼は床の上に横たわっているべきではないですと。ポイントはですね、べきではないですと。これは should not の形ですね。should not。はい。そして横たわっていると。これはですね、進行形ですね。ですので、be lying ですね。はい。で、
主語は彼ですので、こうか。He should not be lying ですね。He should not be、あ、括弧が、足りないですね。そうすると、あ、この2つはくっつける形ですね。つまり、He shouldn't, shouldn't be lying ですね。Be lying on the、床ですね。Floor ですね。On the floor というふうになりますね。はい。次、私は6時までに駅にいないといけないのですかと。はい、そうです。スケジュールを変えてしまってごめんなさいと。最初これ疑問文なのですが、何の疑問文なのかを考えないといけないですね。このかまず無視して、私は6時までに駅にいないといけないですという文章を考えていきましょうか。そうしますと主語が I ですね。そして、いけない、何々しないといけないっていうのは must とか have to ですね。must もしくは have to ですね。have to。そして、いないといけないですので be ですね。I must be もしくは have to be 駅 at the station ですね。あ、at the station この形ですね。そうしますと、このどちらかの疑問文の形がここでは使われていると。must の場合ですと must が文の最初に来て must I be ですね。もしくは、have to の形。have to の場合ですと、先に do を足してあげると。do I have to be ですね。で、今回は、do I have to be ですね。ちょっと括弧が多いですから、do I have to be at the station ですね。はい。do I have to be at the station、6時までに。これは by ですね。はい。by 6という風になりますね。そして答えは Yes, you do ですね。はい、do で聞かれているので do で答えると。そして、スケジュールを変えてしまってごめんなさいと。あ、ごめんなさい、何々してしまってっていうのは I'm sorry for の形ですね。I'm sorry for 何をしてしまってと。変えてしまって。ここは ing が入ります。ですので、I'm sorry for changing the schedule ですね。はい、changing the schedule という風になります。それでは次です。あなたはいつ暇になる予定ですか？私は明日は忙しい予定ですが、来週はたくさん自由な時間がある予定ですという文章ですね。最初はこれ、いつっていうのがキーですね。ですので、when。はい、when で、予定ですかと。これは will か be going to ですので、あなたが主語。are you going to ですね。おっと。今回は、あ、こちらと括弧が足りないですね。ですので will が入りますね。when will you、あなたはいつ暇になる、あなたは暇ですっていうのは you are free と。まあ、ちょっと失礼な文章なんですけどね。You are free というふうになりますので、be 動詞の文章と。で、今回 will が入っていますので、ここに来るのは be ですね。When will you be free というふうになります。そして、私は明日は忙しい予定ですが、ここですね。カンマバットです。予定ですので、これも will が使われる形ですね。I will はい。I will なんとか busy と。あ、私は忙しいっていうのは I am busy ですよね。はい。ですが、will が入りますので、よいしょ。これが am でなく be になりますよと。それ、I will be busy tomorrow。明日は忙しいですが、来週はたくさん自由な時間がある予定ですと。あ、また will が使われる形ですね。but I will はい。これは、あ、けど、あると。これは I will have ですね。a lot of free time next week と。よいしょと。はい。ここは have が入ります。ここが will be で来ているので、ここも will be と、まあ、入れたくなる気持ちもわからなくはないのですが、まあ、文章をしっかり読んでね、これ have ですよと。間違えないようにしてください。次です。私は貧しくなりたくないです。だから私は私の全部のお金を使いたくない。まあ、費やしたくないです。という文章ですね。最初は私は貧しくなりたくないです。と。
そして、カンマス、そうですね、ここですね。はい。ですので、こちら。まず、私は貧しいですという文章を考えていきましょうか。I am poor と。はい。B 動詞の文章です。で、なりたくないと。ということは、ここですね。ここに、don't want to。もしくは、do not want to ですね。今回は、don't ですね。はい。don't want to の形ですね。don't want to がまず入って、don't want to で、am ではなく、これが be ですね。もしくは、今回は become でも OK ですね。be、もしくは become poor ですね。はい、貧しくと。だから、はい、I don't want to お金を使いたくない。あ、費やしたくない。これは spend ですね。よいしょと、spend。で、何をしたら、私の全部のお金。ですので、全部。はい、all ですね。はい、all my money というふうになります。では次です。なぜ彼女は来週栃木にいる予定なのですかと。なぜなら彼女は彼女の祖父母を訪ねる予定だからですと。まず、なぜ。はい、立ってますので、最初の括弧は why ですね。why。そして、彼女が主語で、予定ですので、will か be going to。 she ですので、is she going to ですね。going to。いる。彼女は栃木にいるだと、she is in 栃木ですよね。はい。ですけど、will とか、未来のことですので、この is が be になると。ですので、ここが will、もしくは is she going to be かな？ will she。 こうしときましょうか。どちらかですよと。よいしょと。why will she be in 栃木？ もしくは why is she going to be in 栃木？ っていう形になります。で、今回は括弧の都合上、こちらですね。はい。ですので、is she going to be in 栃木ですね。next week というふうになります。そして、because、彼女は彼女の祖父母を訪ねる予定だからですと。予定。今回、ここも be going to ですね。she is going to、はい、go is going to 訪ねる。visit ですね。visit her 祖父母。これは grandparents ですね。よいしょと。はい。grandparents というふうになります。ですので、because she is going to visit her grandparents。これが答えです。それでは次です。次の日本語を英語にする練習を行っていきましょうと。1番、私は幸せになりたいです。何をするべきでしょうかと。あなたはたくさん友達を作るべきですと。最初はですね、私は幸せになりたいですと。ですので、私は幸せですという be 動詞の文章に want to を足す形ですね。ですので、私は幸せです。これは I am happy ですね。はい。そして、この文章に want to を足すと。はい。want to は be 動詞の前に足されますので、 I want to で、これが be になると。 am は使えませんよと。ですので、 I want to be happy、もしくは I want to become も今回は OK ですね。 I want to become happy のどちらかというふうになります。そして、何をするべきでしょうかと。何。はい。ですので、これ what ですね。そして、するべきと。ですので、 should の疑問文です。 what should。 そして、主語はって言ったら、文章で省略されてますが、私はですよね。ですので、 what should I する、do。 what should I do という形になりますね。はい。そして、あなたはたくさん友達を作るべきです、と。よいしょ。はい。で、主語があなたですね。you です。そして、たくさん友達を作るべきです、と。ですので、should ですね。you should。 よいしょ。should。
作る make ですね。 make、たくさん友達を a lot of もしくは many でも OK ですね。 friends、 あ、出してしまいましょうかっていうふうにありますね。 you should make a lot of もしくは many friends っていうふうにあります。次ですね、待っていただいてありがとうございます。しかし私はこの問題は解決できないでしょうと、いう文章ですね。最初これありがとうございますと Thank you for の形でカンマバットで別の文という形ですね。ですので、最初が Thank you for なんとか ing の形と Thank you for 待っていただいて Waiting ですね。 Waitingで、カンマと。Thank you for waiting. はい。そして、よいしょ。はい。次なのですが、私はこの問題は解決できないでしょうと。できないというフレーズがあって、さらに未来のことですよね。ないないでしょうと。そうすると、おっとっと。はい。そうするとですね、はい。will と can を使いたいところなのですが、will と can は一緒には使えないので、be able to ですね。be able to が使われますね。そして、主語が I ですね。ですので、あ、but I、will なのですが、その後ですね、できないとなっていますので、ここに not を入れてあげないといけないですね。I will not もしくは want to be able to、解決するこの問題をと、いう形ですね。ですので But I will not be able to solve this problem というふうになりますね。But I want と、この2つくっつけることも可能ですね。ですのではい、But I will not, もしくは won't, be able to solve this problem というふうになります。またですね、will not、ではなくて、be going to の形も OK ですね。ですので、I am not going to よいしょ going to but I am not going to be able to solve this problem.はい、この形ですね。But I am not going to be able to solve this problem も OK というふうになります。では次です。彼らはお金持ちでなくても良いが、貧乏であってはいけませんという文章ですね。良いが、これカーマバットですね。そうしますと、主語、最初の文は they ですね。they。お金持ちでなくても良い。ないないでなくても良い。っていうのは don't have to の形ですね。まあ do not have to。そして、よいしょ。はいと。お金持ちっていうのは be 動詞の文章です。ですので、they、例えば彼らはお金持ちですならば、they are rich です。ですけど、この形がここに入りますね。ですので、they do not もしくは don't have to are ではなく be ですね。be rich で、come ですね。はい。they do not もしくは don't have to be rich。これでお金持ちでなくてもいいですよという意味になりますね。そして、はい。貧乏であってはいけません。but、はい、but、彼らはお金持ち。あ、彼らは貧乏ですね。ごめんなさい。but they、これはあってはいけませんと、はい、いう形ですのでこれは、must not の形ですね。 must not。 そして貧乏であると、例えば彼らは貧乏ですと言いたい場合は they are poor なのでこれでなってはいけませんということなのでこれがここに入る形ですね。 but they must not to be poorですね。で今回の場合 but の前と後で主語が一緒ですのでこれ省略することができますね。ですのではこうですね。
But they must not be poor. もしくは they を省略して But must not be poor というふうになります。では次です。よいしょ。はい。ゆかはどこですかと、わかりません。彼女の部屋にいるかもしれませんと。最初の文、どこ。これ、where ですね。はい、where。where。あ、ちょっとこちらを消しちゃいましょうか。はい、where。で、ゆかはどこですかと。これは普通の B 動詞の文章ですね。ですので、where is ゆかですね。where is ゆかというふうになります。わかりません。I don't know ですね。はい、I don't know。そして、彼女の部屋にいるかもしれませんと。そうしますと、彼女は彼女の部屋にいます。それに、何々かもという名を足してあげると。ですので、まず彼女は彼女の部屋にいると。あ、そう、彼女はが抜けてますね、ここ。ですので、主語は she ですね。she、she is in her room。これで、彼女は彼女の部屋にいますという意味なのですが、これにかもしれないという意味の may を足してあげると。そうすると、she may be in her room と。はい。she may be in her room という形になります。それでは次です。このソファーは本当に1000円だったのですか？あなたは嘘をついているに違いないと。私は嘘をついていません。あなたはこのお店に電話するべきですという文章ですね。最初がですね、このソファーは本当に1000円だったのですかと、はい、疑問文で、これは B 動詞の文章ですね。で、だった、過去形です。ですので、このソファーが、主語。そうしますと、was ですね。was this sofa、really 本当に Was this sofa really a thousand yen? という形ですね。よいしょと。また、あでなくて、one でも OK ですね。Was this sofa really 1000 yen? というふうになりますね。はいと。よいしょ。はい。そして、あなたは嘘をついているに違いないと。嘘をつく。あ、嘘をつく。これ、lie ですね。しかし、これはですね、ついていると。進行形になっています。そして、違いないと。これ、must の形ですよね。そうしますと、進行形に must が入る形と。では、あなたは嘘をついている、ついていますという文章をまず考えてみましょうか。you are lying ですね。はい。ですが、must を入れないといけないので、must、ここですね。you must be lying ですね。はい。この形になります。you must be lying。はい。そして、私は嘘をついていませんと。この形は現在進行形の否定文ですね。ですので、I、am not lying. いや、嘘をついてないですよという形になりますね。I am not lying. あなたはこのお店に電話するべきですと。主語が you ですね。そして何々するべき。should の文章です。you should. はい。電話をすると。call. you should call. このお店に this store ですね。はい。ですので、You should call this store というふうになります。それでは次です。小林先生、過去男性はいい先生です。彼の生徒たちは彼のことを恐れるべきではないですという文章ですね。最初はですね、これは一般動詞が入ってないので、B 動詞の現在形の文章ですね。主語が Mr. 小林ですね。Mr. 小林。はい、はいい先生ですと。is a good teacher ですね。よいしょと。はい。Mr. 小林 is a good teacher。よいしょ。そして、次が、
彼の生徒たちは彼のことを恐れるべきではないですと、べきではないと、これ should not の形ですね。そして恐れると、あ、これ be afraid ですね。 be afraid of、彼のこと him ですね。ですので、主語が彼の生徒たちですね。そうしますと、his students。で、これをうまく組み合わせれば文章が完成すると。あ、his students should not be afraid of him ですね。はい。もしくはこの2つくっつけてしまっても OK ですね。shouldn't と。それも OK です。ですので、his students、はい。よいしょ、あれ、よいしょ、はい。His students should not、もしくは shouldn't be afraid of him というふうになります。次です。本にお金を費やしすぎてごめんなさい。私は次回は気をつけるつもりです。最初、これごめんなさい。I'm sorry for なんとか ing の形ですね。ですので、I'm sorry for費やす、これ spending ですね。spending、 はい、お金を費やしすぎて、何々すぎて、これは to の形なのですが、たくさんのお金と、多すぎる量のお金という形になりますので、 I'm sorry for spending too much money ですね。 too much moneyon books ですね。何々にと、spend の場合、何々に、費やすという場合、on 何々でしたね。ですので on books ですね。はい。I'm sorry for spending よいしょと too much money on books というふうになります。そして、私は次回気をつけるつもりです。これはですね、私は気をつけるですと、I'm careful ですね。I am careful。おっとっと。はい。careful。なのですが、気をつけるつもりです。次回となりますので、will もしくは be going to が入りますね。はい。I will be careful next time ですね。次回と。もしくは、I am going to be careful next time ですね。ですので、はい、I will。もしくは、I am going to be careful next time と。はい、この形になります。それでは次です。たかしは3時からスピーチをする予定ですと。彼は何時にここに来る、いる予定ですかと。最初の文章、これは予定ですと。で、主語がたかしですね。はい。たかし。will ですね。もしくは is going to ですね。そしてこれはスピーチをする。一般動詞が入ってますね。スピーチをするという場合、基本的には give が使われますよと。ですので、たかし will give a speech ですね。speech。3時からと。from3, もしくは3 o'clock ですね。ですので、たかし will, もしくはたかし is、going to give a speech from 3, もしくは3 o'clock というふうになりますね。よいしょと。はい。はい、この形です。そして、彼は何時にここに来る、もしくはいる予定ですかという形ですね。何時が入る疑問文ですね。What time です。What time?そして予定ですので、 What time will he、 もしくは What time is he going to ですね。で、いるここにという形ですので、 What time will he be here ですね。はい。もしくは What time is he going to be here ですね。よいしょと。はい。よいしょと。はい、What time will he? もしくは Is he going to be here? というふうになります。次です。昨日あなたと買い物に行かないですみませんと。私は私のオフィスにいないといけなかったのです。
私はあなたを信じません。おお、ちょっと雰囲気があれですね、よろしくないですね。では、最初の文章ですね。昨日あなたと買い物に行かないですみませんという文章、まず考えていきましょう。すみませんですので、I'm sorry の形ですね。I'm sorry for、 はい、ing と。for、 行かないで、これは not to ing の形ですね。I'm sorry for not going、買い物に、shopping ですね。shopping、with you、あなたと yesterday ですね。出してしまいましょう。はい。I am sorry for not going shopping with you yesterday というふうになりますね。そして、私は私のオフィスにいないといけなかったのですと。これは、私は私のオフィスにいますという文章に、いけなかったと。いう、形を足すと。これは had to ですね。過去形ですので、must は使えないですね。had to。ですので、最初、私は私のオフィスにいますという文章を考えていきましょう。I am in my office ですね。はい。そして、これに had to を足すと。何々しないといけなかった。これは、ここに足されるんですね。ですので、I had to be in my office ですね。よいしょ。はい。I had to be in my office と。そして、最後。私はあなたを信じませんと。これ、I do not。これは believe you ですね。believe you と。はいと。よいしょと。はい。I do not。もしくは don't believe you の形になります。これ、in は基本的に入らないですね。今回の場合は入らないです。なぜかと言いますと、このあなたの言ったことを信じてないという意味ですので、I do not believe you というふうになります。in が入るとですね、あなた自身ということになったりとかですね、神様とかの存在を信じると、そういった意味になりますので、今回は当てはまりません。ですので、はい、I do not、もしくは don't believe you の形になります。それでは最後です。この床は赤いです。私はその色が好きではないです。あなたはそれが白であってほしいのですか、という文章ですね。最初、その、この床は赤いです。ですね。これは B 動詞の文章ですね。This floor が主語。This floor、is red ですね。はい。This floor is red。そして、私はその色は好きではないです。好きではない。これ一般動詞の文章ですね。主語が I。そして、do not。もしくは don't。like。その色。the color ですね。よいしょ。the color というふうになりますね。I do not。もしくは don't like the color というふうになります。で、よいしょ。あなたは、それが白であってほしいのですかと。ですかと。であってほしいと。これ、want to ですね。want to の疑問文ですね。で、主語はあなたです。しかし、それが白であってほしい。ということはですね、これは、want to it to の形ですね。want it to。例えば、私はそれが白であってほしいという文章を考えると、主語が I ですね。で、それで want to、 それが I want it to、白ですので、これ be 動詞の形ですね。 I want it to be white という形になりますよね。しかし、これを、you にして、はいと、疑問文ですので、こうですね。Do you want it to be white? よいしょと。はい。Do you want it to be white? という形になります。これ最後、ちょっと難しかったですね。なんとか want to
誰誰 to の形ですかね。例えば、I want you to be smart とかも言えますね。はい。私はあなたに賢くなってもらいたいですと、そういった意味になりますね。この形、これが最後キーだったかなと思います。はい。これで練習は終了となります。まとめですね。今回学んだこと、よいしょと、はい、今回学んだこと、気づいたこと、反省点を書いておしまいにしていきましょう。